だからもうそれは本当やめてほしいなって思うんですよ。仕事なくしますからね、いろんな人が。このゴーストライターで食っていける人も全然いますから、だからこう音楽の仕事を奪わないでほしいんですよ。まあ今はそんなに、なんだろうな、こう、ないとは思うんですけど、まあもしかしたらこういう今のこうネット社会って絶対誰かを叩いたりして、そういう人がいるじゃないですか。またいずれこうやってゴーストライターとかの話もまた何かのニュースとかであるかもしれないですけど、ああいうの叩かないでほしいんですよ。ゴーストライターなんてもう全然ありますから、もうそれで食っていけるし、仕事をもらってる人たちってもいますし、まあそれで世の中にいい作品を出してくれてるので、結局誰も損してないんですよ。なんだろう。なんて言ったんだろう。こう、例えば食べ物で言ったらなんだろうな。なんか、いや、頭に浮かんだのが、なんか、キノコの山とか、なんか、絶対、タケノコの山とバチバチする内容だから、ちょっと、今、思いついた時に、あ、これ違うなって思ったんですけど、まあ、例えば、それ作ってる人のことって関係ないじゃないですか。誰が作ってるとか。例えば、なんだろうな。まあ、いいや、そのもう頭に浮かんだから、キノコの山が、こう、どこどこ、例えば、そもそも誰が、どこの会社が作ってるかとか、全然、考えたことないからわかんないんですけど、例えば実際そこの、なんだろうな、お菓子の会社が作ってなくて別の会社が作ってましたって言って叩くもんかなって思いますけど、別になんか、すごいひどい環境で作ってて、なんか衛生面で悪いとかだったらそれは叩かれると思いますけど、そういうのじゃなくて、単純に全然関係ない業者が作ってましたってだけで、なんか叩く要因あるかって話なんです。それと一緒かなって思うんですよね。だって、美味しいもん提供してるし、別に、なんだろうな、何か問題でもみたいな話だと思うんですよ。音楽も一緒で、こんなにいい曲を作ってくれて、実際これゴーストライターで別の人が作ったんですよって言って、それが別になんか問題かって話だと思うんですよね。で、それをじゃあダメだねってことにしちゃうと、世の中のいい音楽ってごっそりなくなってくると思いますから、世の中そういうふうにうまく回ってるところがあるので、で、しかもそれやっぱりリスナーっていうか聞く人からしても、いい音楽が世の中にたくさんあった方がいいじゃないですか。だからエンタメ業界が縮小しちゃうんですよね。だからそういう意味でもう、なんだろう、こういう裏事情みたいなことをなんか言う、誰かが言う必要があるのかなと思って、まあ自分が、まあなんだろうな、別に自分ごときが言ったところで何にもなんないと思いますけど、やっぱそういう音楽に関わる人が、なんか誰かしらがこう、言う必要があるのかなって思うんですよね。ちょっと全然この同時音符からかけ離れた話になっちゃったんですけど、この機会にと思って話をしていました。だからまあ、そういうもうなんだろうな、ゴーストライターとか曲を誰が作ったとかも関係ないし、もう自分が好きな音楽を作ってくれたんだ、それでいいと思いますから、じゃあそんな感じでなんかもう、そういう話が出てもなんかそういう悪いネタに乗っからないようにお願いします。で、P の話でしたっけ？ そう、P の話から発展したんですよね。だから買い取りって言って、例えば、その P さんが曲を作るとするじゃないですか。その曲を、いわゆる誰かしらに売って、権利はもう、買い取りっていうのは、いわゆる権利も含めても売るんですよ、その人に。その人たちが作った体にするんですよね。で、もしくは、印税契約して、その P に、P が作ったってことがもう、なんかクレジットに乗って、その売り上げに対して何パーっていうのがこの入っていくっていう仕組みがある。まあ、売れない、それは売れないと大体できないですよね。例えば、下積みの P だと、もうなんか、結構安く買い叩かれちゃうんですよ。例えば、最近の P は、このバンドマンが結構、なんですかね、どこどこの、まあ、バンドだったり、どこどこのアイドルとかに曲を作って、まあ、地下アイドルが最近そうですよね。だから最近の地下アイドルってかっこいいんですよ。だからそのバンドマンが、なんかちょっと片手間っていうか、まあ、なんだろうな、副業みたいな感じで、このアイドルに曲作って提供したりとかしてお金を稼いでたりとかするんですけど、だから曲がかっこよかったりするんですよ、最近の地下アイドルって。だから最近すごい、なんでしょう、注目を浴びてますよね。それはそれですごいいいことなんですよ。それ叩いちゃったら、それがダメになっちゃうと、なんですかね、そういう産業がもう潰れちゃいますからね。で、そういうふうに曲を作って売る仕事をしてると、まあ当然、大手っていうか、大手と契約して、この大手がこの、まあソニーとかそういうなんか大きい、まあなんかビクターとかあるじゃないですか。そういうのが抱えてるアーティストに曲作りませんかとかって大きい仕事が入ってきて、で、そういう専属になったりとかして、まあ、
大きい収入を得るっていう意味で、結構こっちは結構夢がある話なんですよね。今この話したスタジオミュージシャンとかバンドマンってちょっとなんかリスクとは言わないけど、お金を稼げるまでがすごい大変な道のりだから、なんだろう、まだ希望として、なんだろう、まあもちろんこのプロデューサー関係も結局売れないと話にはなんないのは一緒なんですけど、一番なんか現実味があって夢のある、なんでしょうね、仕事かなって思いますね、音楽の中では。